台風10号による大雨で東九州自動車道では乗り面が崩落薄木・津久美間では1ヶ月近く経つ現在も全面通行止めとなっていますその影響はさまざまなところに出ています午前4時を回った薄木市ですこちら津久美市と薄木市を結ぶ国道なんですが朝の通勤時間帯と重なりかなり車で混雑しています薄木・津久美の市街地や 大分市方面への迂回路となっている国道217号と502号では慢性的に交通渋滞が発生、特に朝と夕方の時間帯には長い列ができます。渋滞を緩和するため警察は津久美市内のの国道の6カ所で 信号機の青信号の点灯時間を長くするなど調整また県などは電光掲示板や看板でドライバーに迂回路を案内しています通行止めの影響は観光にも埼玉市釜江にある釜江インターパーク人気のグルメイベント東九州伊勢海道伊勢海祭りが2日から始まっていますがこの施設では 1> 1ヶ月間の売上が去年と比べて25減少しています今年もたくさんのお問い合わせもいただいてはいるんですが、まあ、例年から、まあ、特に昨年から見ると、ですねやはり落ち込みが大きいかなとは思っております東九州道の影響っていうのは、かなり大きいなと思っております。 イイルルカカとのの触れ合いが人気のイルカ島。屋外施設などで天候に左右される面はあるものの11月までのシーズンを見通して通行止めによる来場者への影響を懸念していますドライブがてら立ち寄ってみたいなというお客様はやはり敬遠されるかなとは思うんで、まあ、多少は影響はあってるのかなとは思います。 を望んででいるところです崩落現場では復旧作業が続いていますが NEXCO 西日本によりますと東九州道臼杵津久美間の通行止めの解除には1ヶ月半から2ヶ月かかる見通しということです。